コルネリウ・コドレアヌは、ルーマニアの政治家。20世紀前半のファシスト組織、鉄英団の指導者。バスルイ県の地方都市府市の出身。ポーランド人の父とドイツ人の母の間に生まれる。士官学校を卒業し、砲兵将校として第一次世界大戦に従軍。1919年、反共、極右組織である、コンスタンティン・パンキューの国家創設親衛隊に、 入党する。1922年、キリスト教学生協会を創設。1923年、アレクサンドル・シー・クザと共に、ユダヤ人へのルーマニア国籍の付与に反対する国家、キリスト教擁護同盟を設立。1923年、抗議行動を組織し、逮捕、しばらくの間刑務所に服役する。1925年、自分の支持者と共に同盟から脱退し、 1927年6月、イオンモッツァ、イリエグルネアツァ、コルネリュージョルジェスク等と共に大天使、ミカエル軍団を創設。1930年6月、軍団の政党である鉄江団が創設された。党内では、コドレアヌは、タイと呼ばれていた。鉄江団員は、銀の十字がついた緑のシャツを着用した。鉄江団は、戦闘十字、軍団、学生班。 婦人犯政治犯の5つの組織に分かれた。テロ行為のために決死隊員が特別グループに入れられた。鉄英団は軍団による独裁性の自立、反ユダヤ人法の採択等を要求すると同時にルーマニア正教会と王政への忠誠は維持した。鉄英団は祖国のためにすべてブロックで1937年12月の選挙に勝利した。 1938年4月17日、コドレアヌは、反政府活動の容疑で逮捕され、懲役10年を言い渡された。その後、逃亡を図ったという口実で、カロル2世の命令により30人の同志と共に、殺害された。ありがとうございます。